はい、今回はですね、紹介するのは、パワービジョンさんから出ている、パワーエッグの方をですね、ざっくりと紹介していこうかなというふうに思います。まずはですね、このドローンですね、の特徴なんですけれども、言わずもがなデザインですね。今はね、開閉していますけれど、折りたたむと卵状になる独特のデザインがあるかなというふうに思います。で、それ以外としてはですね、カメラですけれども、カメラが 4K30 フレームまで撮影できるっていう点はね、最近ではよくあるんですけれども、カメラがですね、こう離陸した後、この足、ランディングギアが格納されて、カメラがほぼほぼ360度、パンすることが可能です。通常のね、この価格帯のカメラ、グサチョドローンっていうのは、チルトアップダウンしかできないものが多いんですけれども、この価格帯でパンすることができて、ほぼ360度で、ね、撮影することができるというふうになっています。それ以外もですね、意外と面白いところが多くてですね、送信機もですね、実は2種類タイプがあります。ノーマルのスタンダード、コントローラーと、もう一つ、モーションコントローラーということで、こちらでね、手軽に、操作することができるようになっています。ただし、こちらはどちらかというと、目視の範囲の、近接したセルフィーなんかに使うのには向いてるかなと。で、本格的な撮影をするんであれば、このノーマルのスタンダードコントローラー、使うといいかなというような形で使い分けてね、操作することができるっていうのもいいかなというところでございます。それ以外の機能としてはですね、一通りのね、インテリジェントフライトっていうのがあって、ウェイポイントですね、地図上のポイントを指定して撮影したりとか、一つの中心点をに円を描いて、ポイントオブインテレストですね、なんとの撮影も可能となっています。あと注目すべき点はですね、このパワーエッグに関しては1年間の無償保険がついてきてますので、ドローンメーカーとしてはね、非常に珍しいパターンです。なので年活の包括申請とかする場合もね、1年目に関しては無償保険がついているというのは非常に有意な点かなというふうに思います。はい、以上ですね、簡単ですけどざっくりとした本体の紹介でした。はい、ではね、この後はですね、実際、本体の充電するところから始めて、本体のセットアップですね、実際フライトするところまで順々に紹介していこうかなというふうに思います。まずはですね、セット内の方をサクッと紹介していきたいと思います。外箱ケース、本体と、ドックですね。で、本体持ち運び用のスウェーブケース、ソフトケースで、アクセサリーバッグで、アクセサリーバッグ内にバッテリー、コントローラー、モーションコントローラーとベースステーション、こちらケーブルが実は3種類入っていまして、マイクロ USB to USB タイプ A、 普通のマイクロ USB ケーブルですね、というのと、あとコントローラーとベースステーションをつなぐ通信ケーブルがショートとロング、片方が L 字になっているものですね、がついてきています。あとはインテリジェントバッテリーチャージャー、これで全てのものが充電できるようになっています。そして最後ですね、マニュアル類というふうになっています。早速充電していきたいと思います。インテリジェントバッテリーチャージャーですねを、コンセントにつないで、各ケーブルを接続していきます。ケーブルは4種類あって、一番大きいものこちらですね、これが、バッテリーですねを乗ります。バッテリーの方はですね、こちらここに接続すると充電することが可能です。どちらに接続しても充電することが可能となっています。はい、それ以外はですね、基本的にマイクロ USB となっているので、どれでもいいんですけれども、一点注意事項としては、この赤のマイクロ USB に関しては、ベースステーションとの接続に使用するので、それだけは注意してください。ベースステーションと接続していきます。
て送信機、裏のマイクロ USB に接続、でモーションコントローラーですね、下ですね。はい、インテリジェントバッテリー以外に関しては LED 表記がグリーンになるまでこのまま放置、約だいたい2時間半から3時間過ぎで、この送信モジュールだけですね、ちょっと長くなっていて、約5時間というふうになっています。はい、ではこのまましばらく放置していきます。はい、それではですね、パワーエッグのですね、セットアップを行っていきたいと思います。使用するのは本体、ドックがあると収納時にね、立てておけるのでいいかなというところと、バッテリーで、今回はですね、スタンダードコントローラーを使用していきますので、スタンダードコントローラーと Wi-Fi ベースステーション、 Wi-Fi ベースステーションとコントローラーをつなぐデータリンクケーブルショートを使用していきます。セットアップ手順としては、本体の電源を入れて、ランディングギアの展開、そしてこの後に、送信機のセットアップをしていきます。最後にスマートフォンを接続して全体のチェックで、キャリブレーションをしてフライトというふうになっていきます。はい、注意点としてはね、まずね、本体の、セットアップを起動していくんですけれども、起動する際にはですね、必ず下の、ジンバルカバーですね、これを外しておくことが大事です。電源を入れて起動するとカメラの方がですね、初回のキャリブレーションを行うので、この際にですね、ジンバルカバーが入っているとキャリブレーションに異常をきたす場合があります。なので最初にですね、ジンバルカバーを外しておくことが重要かなというところでございます。あとね、バッテリーなんですけれども、挿すときにですね、こちら上からね、挿すことができるんですけれども、このまま挿すとですね、挿し方が甘くなる場合があるので、アームを使ってしっかり挿入することが大事かなというところでございます。それではね、まずはね、本体のセットアップをやっていこうと思います。まずはジンバルカバーを外すにあたってですね、アームの方を展開していきます。アームは下部の部分から隙間がありますので、そちらから展開していきます。展開する際にはね、一番上でカチッって音が鳴りますので、はい、これでね、ロックされていきます。逆にね、ロックを解除するときはアーム根元の方にですね、ラッチがありますので、こちらを上げると格納することが可能となっています。はい、で続いてジンバルカバーを外していきます。で次にですね、バッテリーを格納していくんですけれども、バッテリーは、ロゴの前のボタンですね、押すことで上が開閉します。そしてバッテリーを挿入して、アーム左右を持ってしっかりとバッテリーを押し込みます。カチッと音が鳴るまでですね、取り外すときは上下ですね、挟んでもう一回挟みます。はい、なら上のボタンを閉じて、上部の電源ボタンですね、2回押して2回目が長押しですね。1、2、電源がつくと1ボタンの LED が光ります。で、電源ボタンを早めに3回押しするとランディングギアが展開されていきます。はい、これで本体の方のセットアップは終了です。送信機のセットアップです。送信機はですね、スタンダード送信機の上の固定部に、Wi-Fi ベースステーションをですねセット、アンテナを展開で、データリンクケーブルですね、こちらですね、 L 字の方を Wi-Fi ベースステーション、ノーマルの方をですね、下送信機の電源ボタン横にですね挿していきます。で Wi-Fi ベースステーション、電源長押し、起動したことを確認して下の送信機も電源オンしていきます。そしてスマートフォンをセットしていきますね。
今回スマートフォンはですね iPhone 8 Plus ですねを使用していきます。はい、続いてスマートフォンをパワーエッグのベースステーションへとつないでいきます。 Wi-Fi の接続名はパワーエッグステーション、下6桁はそれぞれマシン固有のナンバーとなっています。初回接続にはパスワードを聞かれますので、初期セットとしては、12345678910というふうになっています。接続を確認した後、専用アプリケーションであるビジョンプラスを起動します。一番最初の起動時はですね、アクティベーションの確認を行われますので、すぐに有効にしますをタップし、アクティベーションが終わりました、再起動してください、注意事項を確認して分かりましたをタップ、その後フライトスタートボタンを押すと機体のセルフチェックが開始されます。センサー、リモコン、バッテリーの状況などを確認して問題なければフライトすることが可能となります。実際はですね、この後現地で機体のキャリブレーションですね、フライトする前に行うのですけれども、それらはですね、別動画にて解説したいと思います。スマートフォンにね出てくる表示についてもそこで合わせて解説していこうと思うので、また別の動画も確認いただければなというふうに思います。はい、以上ですね、今回はパワービジョンさんから出ているパワーエッグの初回セットアップの方を紹介しました。